皆さんこんにちは。今回はカスタム水冷をヒートタイプみたいに低圧状態にした低圧水冷と称する製作の紹介です。今回はその製作過程について、次回に動作確認を紹介する予定なので、そんな流れでよろしくお願いします。低圧水冷は以前紹介した予定表でいうところのパターン4、その前段もしくはパターン4の1種類みたいな立ち位置の製作です。こんなことを冒頭で話すのも変ですが、今後改良だったり前段といったようにまだ試したい部分は導入していない状態なので、お手柔らかに、そんな心持ちでご視聴いただけると幸いです。じゃあ紹介を始めます。まず低圧水冷を製作するに至った経緯についてです。低圧水冷は先日まで製作していた自作 CPU クーラーの延長として考えていました。その自作 CPU クーラーというのは、ヒートタイプと同じような動作をできるように、容器内を大気圧の数パーセントほどまでに低圧、真空状態に維持できる容器を構築。低圧にしたことで冷媒である容器内の水の沸点をだいたい30度 C まで低下させ、そう変化させやすくしたことで CPU の発熱を処理、移動させるという製作でした。蒸気になった水は放熱によって凝縮、再度液体の水に戻るのですが、その水は重力によって落下、再び CPU の発熱で沸騰する部分に戻ってきます。この水の戻り方は一般的な空冷 CPU クーラーのヒートタイプとは多分違っていて、重力がメインです。そんな製作について考えていた際に、水を戻すのに重力を使うんじゃなくて、ポンプで強制的に送り込めるようにしたらどうなるんだろう。そんなことを思いました。水が沸騰する部分に強制的に送り込むことで、安定して沸騰や熱移動できるようにならないかな。それに水を送り込む量、供給量を変化させれば沸騰の仕方、はたまた蒸発みたいにできるかも。そんなことができれば普通のヒートタイプのように蒸発ができて、低発熱動作時に優位でありつつ、高発熱時でも水を強制的に送り込んで総変化、熱移動を維持。TDP 高いみたいな冷却方法にならないかな。そんな妄想をしました。で、そんなことを考えていたのはパート3を投稿した2020年1月頃のことです。その後真空容器を作って、自作でも動作するヒートタイプを作って、そして先日ヒートタイプ機能を有した自作 CPU クーラーを製作しました。我ながらよくここまで一つずつ続けてこれたなぁと思います。それはそうと、低圧水冷用のポンプとして手持ちにあった PC 水冷用のが使えないかと考えていた際に、どうせなら初回はラジエーターとか、カスタム水冷でも使われるパーツで構成してみようかなと思い、今回カスタム水冷の配管内を沸点30度 C 程度になるまで低圧にできる、ヒートタイプっぽくもカスタム水冷っぽくもある、低圧水冷と称した製作を作ることにしました。経緯は以上で、次に低圧水冷の構造についてお話しします。一見すると普通のカスタム水冷と似たようなパーツで構成されていますが、今回は配管内を低圧に維持できるようにところどころパーツを変更しました。まずパーツ管を配管接続するチューブをこれまで使っていた柔らかいシリコンチューブから、ちょっと固めな塩ビチューブに変えています。柔らかいシリコンチューブだと配管内の低圧化、もとい真空引きによって、大気圧がチューブを押し潰そうとするのでおそらく潰れてしまいます。なので材質的に硬質なものに変える必要がありました。まあ強度や用途的に塩ビで良かったのかはよくわかりませんが、比較的安価な部類になる塩ビチューブでなら気軽に今回の製作に取り組めました。硬質といえばカスタム水冷の部品でも金属や硬質塩ビのタイプもありますね。そのようなタイプなら強度的に申し分ないでしょうし、組み上がった時の見た目もいいでしょう。ですが今回はパーツごとの位置や配管の取り回しなどの微調整があるだろうと思ったので、その点でもチューブの方が気楽でした。チューブ末端の接続や気密手段には空圧機器に使用されるような配管部品を使ったり、普段からも使用している水冷用のパーツも使いました。空圧機器用の配管部品は真空対応とされているものもあるので性能的に安心ですし、接続や脱着が簡単にできるような構造になっています。楽でいいですね。一方で水冷用のパーツは単なる流用です。接続や脱着の面では面倒ですが、材質が金属なので強度的に不安は少ないですし、O リングで機密されているものが多いので真空維持を行う点でも十分だと思います。そもそも水冷用のパーツは水圧などで水漏れ、破損しないように作られているでしょうから、真空になる配管用の部品としても多少は適性があるでしょう。
一部の水冷パーツを除いては、ですが、先ほどのシリコンチューブもその一つですが、他にラジエーターとポンプが心配でした。ラジエーターについては真空引きに耐久する強度があるかどうかという点です。このラジエーターの材質はアルミなので金属だから良さそうに見えますが、フィンやルーロ管は外気との放熱面積を増やすために細かく作られています。特に細かく作られたルーロ管が心配で、金属製といえど厚みなど構造によっては変形しちゃうでしょうし、場合によってはルーロが押しつぶされて冷媒循環を阻害、破断まで行くかもしれません。破断とか損傷しちゃったら真空引き、低圧維持どころじゃありません。まあこれがエアコン用などと違って真空引きを前提に作られたものじゃないので仕方ないんですが、今回はできればカスタム水冷のパーツで構成したい、そう思ったのでダメ元で使うことにしました。ただどうせ壊れちゃうだろうと思っていたので、普段使っている240mmサイズのラジエーターではなく、安価だった80mmサイズのものを使用します。完全に実験体ですね。ポンプにおける懸念点は2つです。こちらも真空引きできる構造になっているかという点と、真空、低圧下の水をポンプで送り出すことができるのかという点です。構造については、私がよく知らないという理由で不安でした。いや、ポンプはそもそも水圧に耐えうる密閉構造になっているんでしょうけど、普段の水圧とは逆方向の、低圧、真空に対する耐久があるかわかりませんでした。大丈夫そうな、でも内部構造を目視したわけでもないから確信もないし、みたいな感じです。低圧下の水を送り出すことができるかについても、私の知識不足から来る不安です。低圧下で水の物性がどう変化するのか、変化したら流動に影響しないかわかりませんでした。この不安は以前製作した輸直 CPU クーラーで、オイルがほとんど循環しなかった失敗の影響もあります。いや、水における粘土の圧力特性でも確認しておけばまだ安心できたかもしれないんですが、なんか、調べないまま実践まで来ちゃいました。何やってんだかって感じですね。まあそんな不安がありつつもとりあえず作っちゃえの精神でやってきまして、とうとう試験する段階です。まずは配管が真空引きに対応できているのかの確認です。最初は強度面で特に不安があるラジエーターは一旦除外した配管にして、リザーブタンクに真空ポンプへつながるチューブを接続。いざ、真空引きです。バルブを開いて配管内の空気を引き抜き、真空化していきます。真空系の表示値がマイナス 100kPa になるまで減圧できました。撮影時の大気圧は計測していませんが仮に 1013hPa、101.3kPa だとすると、配管内の圧力は 101.3-100 なので 1kPa 程度です。バルブを閉じて、真空ポンプを止めても真空系の圧力に大きな変化は見られません。これなら気密性に問題はないでしょう。心配だったポンプや他水枕、配管パーツ等でも真空引きに耐えられるようです。よかった、と言いたいところですが次にラジエーター込みでの真空引きです。果たして PC 水冷用のラジエーターは真空引きに耐えられるのでしょうか。急な圧力変化で壊さないように普段よりも慎重に減圧していきます。それでも途中でバキ、とかベコ、と圧縮変形しないか心配ですが、なんと耐えられるようです。その後しばらく放置して破損しないか、真空系の表示値に大きな変化がないか確認しましたが、問題なさそうです。意外にも PC 水冷用のラジエーターでも真空引きに耐えられそうです。これをもって全ての PC 水冷用ラジエーターで OK ということはないんでしょうけど意外な結果でした。実はどうせ破損するんだろうと思っていたので代替案を別に2つも用意していました。用意していた案を出す機会がなくなった残念さと、作業量が減った嬉しさが入り混じりますが、結果的には嬉しい方向で予想を裏切ってくれました。代替案の方は別の機会を探っておくとして、今回 80mm サイズのラジエーターで大丈夫と分かったんですし、次回の組み立て、動作確認の際には 240mm サイズのを使ってみようかな。ひとまず今回は 80mm サイズのまま続けていきます。PC 水冷の配管でも真空引きができたところで、次に冷媒である水を注入していきます。注入する水は今回も脱気処理として煮沸した精製水を使っています。配管内が真空、低圧なので勝手に注水してくれるのは相変わらず楽でいいですね。その反面、多く注水してしまった時には排水作業が大変なんですけど、リザーブタンクにも水が溜まってきたので一度ポンプを動かしてみましょう。これでこのポンプ、この配管でも低圧下の水を循環できるかが判断できます。
通にポンプから水が送り出されたようで、上部のチューブ内を水が勢いよく流れていきました。通常の大気圧下の動きと変わらないような気がします。流動に関係しそうな物性に大きな変化はなかったのかな。とりあえず物性表見ろって話ですが、まあこのポンプでも循環できたのであれば何の問題もありません。気がつけば当初の懸念は全て気流に終わっていました。よかった、手間が増えることなくこのまま続けられるのはありがたい限りです。一方で注水に伴って配管内の圧力が高まっていました。煮沸して間もない高温の水を注入したからか、それとも注水と同時に空気が流入したからかわかりませんが、このままだと低圧化の恩恵になるはずの沸点低下が弱まってしまうので再度減圧します。再度減圧するとマイナス97キロパスカルほどとなりました。絶対圧は4キロパスカル程度ということでしょうか。だとすると配管内の低圧水の沸点は29度 C くらいです。室温24度 C ほどと比べるとちょっと高いですね。配管内には空気がまだ少し残っているのかもしれません。まあ以前製作した自作 CPU クーラーと比べると低圧水冷は密閉容器の構造的に段違いに複雑です。特にラジエーター内に空気が残留していたら排出が難しそうで、でもパーツの配置をいじればカスタム水冷の立ち上げ作業みたいに残留空気も減らせるんですかね。まあこのあたりは今後の改良対象として考えておくとしましょう。そういえば説明し忘れていたのですが、ポンプの出口側配管には水の循環量、水枕への水の供給量の制御用にボールバルブをつけました。これで思ったように水の循環、供給量を制御しようとしていたんです。ですが実際の動作は想像とちょっと違いました。ボールバルブを開いていくと徐々に水が供給されているのか、上部のチューブ内に水がゆっくりと満たされていきますが、この循環の仕方、供給量は想像よりも多かったんです。想像ではもはや循環しないというか、水位がちょっと変わるくらいの制御もできるだろうと思っていました。調整次第で水枕くらいのところに水面が来るようにしたかったんです。配管内で最初に発熱を受け取る水枕部分に水面を持ってくることで、水が総変化、蒸発した際にその蒸気がラジエーターまでスムーズに移動できるようにと考えていました。でしたが実際は水枕も、蒸気が通過する予定の上部のチューブも満水です。これだと蒸気は循環する水の中を通過しないといけません。この動作だとカスタム水冷の動作に寄りすぎているというか、ヒートパイプらしさが薄れている気がします。目的通りの動きをさせるには今回使ったようなボールバルブじゃなくて、流量調整に向いた蛇口などに使われるような機構のバルブが合っていたんでしょう。まあこのあたりの動作は今後試したいことと被ってくるのでそこまで深刻に捉えていませんし、今回はこのまま続けちゃうんですが、果たして蒸気はラジエーターまで行けるのか、新たな懸念点です。ですがそれも実際に PC を起動させて動作確認しちゃえばはっきりします。とうとうこれで PC を使った動作確認をできる状態になりました。じゃあ PC 起動というところで今回の紹介は区切ろうと思います。この後の動作確認でも話したいことがいろいろあったのでここで分割しました。ひとまず今回はカスタム水冷のパーツでも低圧真空を維持できると分かったところが成果だと思っています。当初はいろいろと懸念点があったので何度か組み立て、組み直しをやって、それでなんとか動作確認を実施、みたいな流れになると思っていました。動画的な話をすると組み立て2パート、動作確認1パートみたいな塩梅です。でしたがありがたいことにここまではおおむね順調です。こんなに順調に制作が進むってこの動画シリーズ的に珍しいような。まあいろいろと自作したり、思いつきでやったりもしてきましたから失敗が多いんでしょうけど。玉の成功がとっても嬉しいです。あとは CPU クーラーとしての性能がどうなるか。結局は結果が全て、趣味で自作なことを踏まえてもやはり最重要ですから、結果である性能次第ですが。それでもここまでの経験は次の糧にできそうです。まだ始まったばかりの制作なのでこれからの道のりがどうなるかさっぱりわかりませんが、ちょっとずつでも制作を進めていけたらなぁと思います。では今回はここまで。また次回もご視聴いただけると嬉しいです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。